吉野川の岸に咲く菜の花。今日は青空が全く見えません。吉野川に架かる川島潜水橋です。雨が少ないからか川幅がかなり狭くなっています。阿波富士高津山1133メートル。この橋を渡ると日本一広い川中島、善入寺島です。少し水が濁っています。善入寺島です。何を植えているんでしょう。私にはよくわかりません。遠くの山は阿山山脈です。まもなく田植えが始まります。菜の花畑が見られるのかなと思ってきたのですが、畑の端に少しある程度でした。遠くまでまっすぐに立てられた電柱です。ご覧いただきありがとうございました。今回は吉野川の岸に咲く菜の花や川中島、善入寺島をご紹介いたしました。よろしかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。